挨拶。はい、どうもチームアスクロ担当の浅戸よつきです。そしてはい、チーム赤担当にして赤鬼役をやることになりました天元勇気です。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあなんていうのかな、節分が近いということで今回は、節分の話をちょっとしていこうかなと思います。はい。まあ節分といえばね、結構皆さんもよく知ってるかなと思うんですけど、まあ、巻き寿司とかね、食べたり豆巻きとか、あるかと思います。で、まあまずは巻き寿司の話からしようかな。まあ、毎年、まあ、どっかの方角っていうのでね、恵方を、まあ、見て、でそれでね、その方角を向いて、巻き寿司を、無言で、まあ地方によって変わるみたいなんですけど、まあ、その方向で無言で、丸かぶりして、食べ尽くしたら、その年いい年になるといった、まあ、習わし風習かなっていうのがあるっていう、まあ、あの恵方巻きっていったものがあって、まあ、結構ね、あのスーパーとかでも、まあ、あのなんていうかな、前日からすごい準備をして、で、まあ、あの当日、まあ、あの作っていったり販売をするっていう形になっていったかなと思います。まあ、以前、まあ、言ったかな、私今の仕事をする前は、前の前かな、スーパーで働いていた時代がありまして、まあ、その時は応援で巻き寿司も作っていて、まあすっごいね、忙しい日になりますよ、節分の時期は。もうあの時は大変だったね。まあ、野菜担当だったのに巻き寿司巻いてたからね、あの時期は。なるほど。で、今年の恵方が、どこだったっけ？恵方巻きの恵方は、はい、恵方巻きのね、恵方はねはいはい、そういうことね。はい、今年はね、南南東ですね。南南東か。はい、ちなみに、よつきさん、はい、恵方のね、向きね、うん、なんでそういう風な向くか分かる？いやー、そこまでは分かんない。恵方っていうのは、うん、恵方向く、もういいよ、はい、年徳神、年神か正月神様ですね、うん、という神様がいる方向を向くとされます。おで、その 方向がね、うん、実感っていう方で決められます。まあ、実感といっても分からないよね。十二神みたいなもんです。うん、まあ、その方角は、方角が、うん、4方向しかなくて。あ、そうなんだ。うん、東北東、西南西、南南と北北西の 4方向しかないんです。へえ、単純に東西南北で分けりゃいいのに。うん、そうなんだね。で、大体、うん、大体ね、実感の方で、まあ、西暦のね、1の位が0と5だったら西南西、うん、あ、そういうふうに分けられてるんだ。うん、2と7だったら北北西、うん、1、3、6、8が南南東、うんうんうん、で、4と9が東北東って分かれてるらしい。へえ、それは知らなかったな。そうそうそう。で、ちなみに本当、恵方巻きの由来っていうのを知ってる？いや、そこまでは、いや、多分前のスーパーで働いてた時代は調べて覚えてたと思うんだけど、まあそこから離れてね、もう何年も経つからちょっと覚えてないな。まあこれいろいろ諸説があるんだけど、うん、大正時代から戦後ね、うん、関西の大阪で、うん、あ、大阪発祥なんだ。うん、節分にね、芸遊びをしながら商売繁盛をお祈りする際に、うん、丸かぶり寿司や太巻き寿司と呼ばれた寿司が恵方巻きになったのって。へえ、だから喋らんと食べるのが縁起っていう、うん、丸かぶりとかね、丸太巻きだから。まあ、ちなみに別に願い事を叶うとかそういうわけではなくて、うん、まあ願い事をなんか思って丸かぶりはするらしいんだけど、うん、別に願い事が叶うわけじゃない、ただその年がいい年になるっていう
ことみたいなんだけどね。うん、あとね、節分って言ったらね、うん、実は2月3日だけじゃないんだよね。ああ、なんか何回かあるよね。何回、ああどうだったっけな、3、4回なかったっけ。4回だって。4回か。立春、立、なんだっけ、立春、立冬、立秋、立夏とか。ああ、まあ立つタイミングの時か、うん、まあ季節の分かれ目の時に、うん、適切の分かれ目だから節分って、うん、まあ節目だからか、うん、なのになんでかね、うん、2月だけしか食べられないよね。まあね、不思議だよね。あとさらに言えば、そのスーパーとかでその巻き寿司とかを大量に作っていくから、どうしてもね、余ってしまって、でまあお寿司だから、まあ、生物とかも使ってるっていう関係で廃棄もね、ものすごい多い時期になって、ちょっとそれが問題視されているっていうのもあるんで、まあ、ここ数年かな、適切な量っていうので、まあ予約の数プラス、まあ数本っていうか、まあ数十本ぐらいかな、まあ50本とか、まあ、100はいくかとか、まあ昨年のデータを見て、まあ今年はどのぐらいの量にするかっていうのを決めて、今は廃棄量を下げる動きを、まあ、各スーパーはやっているので、まあ、もし巻き寿司買う方はね、事前予約していただければと思います。どうしてもね、それでも廃棄はね、いくつかは出ちゃうけど、まあ、皆さんが予約でね、協力していただいたら、その廃棄量もね、減るので、もしよかったらというか、ぜひ予約して購入していただくことを、まあ、おすすめ、しておりますと。ちなみにあれだうん、恵方巻きの具材って好きなんて何？恵方巻きの具材ね、そうだな、キュウリかな。これサーモン入ってる。サーモン、ああいいね。入ってるやつがいい。ちなみにお寿司で言うと、サーモンってまあ昔もともと寿司のネタとしてはサーモンってなかったのって知ってる？え、そうなの？昔はね、まあ、ここ近年はねあるけど、まあ、これも多分皆さん地上波の放送とかね、見てる方は、あの話でしょっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、もともと、まあ、鮭、まあ、鮭ね、寄生虫とかが結構多くて、生食には向かない食べ物っていうか、まあ、鮭は。まあ、体の中に、アニサキスだっけな、寄生虫とか結構いるから、あんまり生食には向かないっていうので、まあ古来から日本でも、塩漬けして保存とかしたりとかして、生食っていうのは基本向かないもの。ただ、今ここ近年だと、養殖技術も上がって、まあ、そういう寄生虫が入っていないっていう鮭を作ることができたから、まあ今は生食でも食べられるように。なってる。おー、でそれもだいたい35、6年ぐらい前っていうね、その時からだから結構最近なのよ、鮭を生で食うっていうのは。であとお店とかでも鮭って書いてるものは基本的には熱処理、焼いたり煮たりしないと食べられないものですよっていう区別になってて、で生で食べられるものはサーモンっていう表記に基本的には今なってる。まあ別にそれ法律とかで決まってるわけじゃないんだけどね。あ、そうなんだ。うん、っていうのをテレビで見たんだっていう。なるほど。じゃあ節分って2月3日、うん、だと思うじゃん。まあ言われてるのはね、実は2月3日じゃない年があったんですよ。あ、そうなの？それはちょっとごめん、知らなかったな。1984年ウルー年の時は2月4日、うん、ほう。で、1985年から24年、うん、まあ24年まではずっと2月3日です。ほう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 。で、25年からは2月2日になる予定だそうです。へえ。
365日じゃないからね。まあね、うん、一応今年2021年は2月2日になる予定ではあるらしい。ほう。ただあの国立天文台の発表によって日付が変わる可能性もあるのです。ほう。そういうのだった。それは知らなかったな。あの恵方巻きのルールさっき説明してもらったと思うけどね、うん、それなんでそうなるかっていう理由わかる？いや理由まではちょっとわかんないな。恵方向いて食べるっていうのは、まあ、さっき言ったよね。はい、そうですね。年神様のいる方向向いてあのまあ敬意支払うということで食べます。うん、向こうで食べる。うん、なんで向こうで食べなきゃいけないと思う？いやそこまでは知らない。運が逃げないように黙って黙々と食べるから。へえ。じゃあ最後に一気に食べるっていうのは？一気に食べる、あ、運を逃がさないとかそういうことなのかな。お、正解。あ、そうなんだ。へえ。運を逃がさない、縁が切れない、うん、で、服を巻き込むっていう意味で一気に食べるっていうらしいです。ほう。結構昔の人はそういうのあったもんね。うん、最初の芸遊びとは覚えない。確かにね。であとまあ節分といえば豆まきがあるけど、まあ、豆まきの前にもう一つまあ実はあって、うん、あのイワシの頭とあとなんだっけ、何の葉っぱだったっけな、クヌギだったっけな、まああのトゲトゲの葉っぱのやつ、あれをまああの家の前に飾るっていうのは、まあ、鬼が入ってこないようにっていう意味があるかな。まあ、鬼っていうのが、まあ、基本不幸の象徴っていうものになってるから、まあ、その、ね、不幸が来ないように、家の前にそのイワシの頭と、クヌギかちょっと忘れちゃったけど、置いとくっていうのがまずはある。でそれで、豆まきか、あれは、まあ、熱い、まあ、煎った豆を鬼にぶつけることで、まあ、鬼が入ってこないように、だから鬼は外、福は内っていうようになってたかな。なるほどなるほど。豆まきね、ちょっとこれ天元もちょっと調べてね、面白いのがありました。うん、ほう。あのなんで豆をまくのかっていうのは、うん、まあ、平安の昔は、うん、鬼って言うと一応邪気、そう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 、うん、不幸の象徴ということでね、うん、です。それを追い払うまあ、どうしたらいいかと思い、あの昔は思ったのは、うん、当時ね食べ物には不思議なパワーがあるって信じられた時代なんです、平安って言ったら。まあね、いろんなゲームでもなんかいろいろ食べたらね能力が上がったりとかもするからね、うん、ある水飲んだらね全開するとかいう水もあるからね、東洋の西洋の方では。まあ確かにね、ポーから始まってんで終わるねものとか、A で始まったりサーで終わるやつね。そう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 。ちょっと2000年入ったぐらいだったかな、あのハイポーションっていうすごい飲み物作った人もいた。あー、あったね。てかしかもね、市販でも販売されたよね、ハイポーション、ね、あれね、うん、慣れないとねちょっと美味しくなかったな。でも内容物見たら本当に体にいいんだなっていうのは分かる。ただコマーシャルで確かねサンダーだったかな、サンダラかサンダカか忘れたけど、うん、あれで1000ぐらいダメージ食らってるのにポーション飲んで200回復っていうコマーシャルが当時あったんだけど、いやあのダメージ量と割り合ってないからっていうツッコミが結構あったかな。まあそういうイメージも あって、うん、単にね豆がね、うん、あのまあこれ語呂合わせなんですけど、うん、豆は魔物をね対して有効な存在って言われてたんですよ。はあ、なんでと思う？語呂合わせで豆、うん、魔を滅するか。あ、ちょっと惜しい。惜しいか。魔物の目に当たったみたい。あー、なるほどね。だから魔の目って書いて豆。なるほど。だから豆まき。豆まき。あ、ね、つまり豆まきは鬼に対して投げるじゃなくて、あの魔物の目を目がけて投げるという、うん、恐ろしい。まあ、いろんな方向投げるからね、なってます。あと煎った豆を年の数食べるっていうのもあるよね。あるある。
まあ自分はね、22個かな。はい。さっこ見れるよ。あとね、豆まきに対してはね、うん、あのいろいろ地方によって節分のやり方違います。ほう。まあ一般的に知られてるのはね、うん、群馬県の方やと、うん、まあ福は内、鬼も内と言って。ああ、そうそうそう。うん、両方とも内にするんだよね。そうそうそう。こっちではいい鬼だったかな、うん、確か。で関西の方やったらね、うん、豆まきじゃなくてね、うん、恵方巻きを食べるだけだったし昔は。ああ、うん、そう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 、うん、豆まく習慣はなかったみたいだからね、うん、あと京都の方では、うん、イワシを食べる。ああ、そのなんだっけ、さっき言ったイワシの頭、うん、あれを使う分で頭は使うんだけど残りの部分は食べるっていうね。そうそうそう、イワシは臭くて鬼が来ないようにと。そう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 、うん、そんなに臭いかなって思うけど、鬼とじゃ臭いんだろうね、うん、なんかね、焼いた時の煙が鬼が苦手らしいのよ、うん、でそれでまあ臭いというか、まあ、それで寄ってこないっていうのはなんかあるらしいけどね。あとちなみに北海道東北、まあその北の方ですね、うん、そちらの方では約60年前ほどからね。60年前、はい、全然、うん、自分は生きてないな。生きてたらびっくりだろ。今何歳だよってなるよ。豆の代わりに違うものを投げます。なんだと思う？ってなるとお金かな。あの一応食べ物で、食べ物、よつきさんも結構食べてると思う。結構食べてる、これ結構食べてるか。多分アースメンバーでこれを嫌いっていうやつはいないし、めっちゃ食べてると思う。特に雪風あたりが。餃子？いや違うな。なんだろう、ちょっとヒント出してくれる？まあ一応豆ですね、これ。豆、アースメンバーでみんな食べてる豆でしょ。あとピーナッツ。大ヒント、大ヒント、うん、はい、ほぼ答えやね、うん、おつまみとしてあのめっちゃいい。おつまみ？ピーナッツ？正解、落花生。あー、落花、あ、そうそうそう、うちね、一時期あの豆まいて回収するのめんどくさかったから、うん、落花生投げてた。あれは当たりだったんだな。うん、当たり。一応ね、理由としては雪の多い地方では、うん、あの豆まいたらね、雪に隠れて、ね、うん、見えないんですって。あー、なるほどね。で、あの雪の中にまいても拾いやすい落花生を使うようになったんだって。ほー。で、殻ごと投げるから、うん、それを拾って殻むいて食べれるから。そう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 。で、しかも寒い時にね、カロリーとして落花生クソ高いから、うん、そう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 、うん、エネルギー源として、いいんだよね、エネルギー源としてあのカロリー、あの落花生を食べてるというのもあります。へー、そんなあのお話がありました。それは知らなかったな。偶然ながらも落花生撒いてた時期があったけど、うん、あれは当たりだったんだ。知らなんだ。びっくりだな。あれも。あともう一つ。うん。あのこれちょっと調べてる際にちょろって見たんだけどね。うん。1977年。うん。大阪のり問屋協同組合っていうところがね。うん。あるイベントしたんです。おう。巻き寿司早食い競争。おお。さっきの芸遊びのあれですよ。うんうん。だからあのでっかいのね、でっかいのよーしたぞガーって早く芸だって競争したらしいですよ。すごいな。質問の時やってみる。ちょっとやってみる。まあちょっと配信のタイミング的にね、あの節分の時期ぴったりには配信できないかもしれないんだけど、まあちょっとやってみましょうか。やってみるというより、なんだろう、食べ用意スタートという時にタイマースタートしてガーってくるか。うん、もう絶対無理だ。まあ若かったらね、うん、若かったらまあなんとかやれるかなと思うけどね。あ、もういい年だからね、うん、いい年っていい年っていい年。あとね、あの、まあ、節分とはちょっとあんまり関係ないけどね、うん、鬼の話でもしようか。鬼の話、うん、鬼って言った、鬼と一緒に来年の話したらいいんだよね。
来年来年の話をするといい年になる、なんかいいことがあるんでしょ、なんかどう、あの何回もね死に戻りする作品で聞いたことあるけど。マジか、それは俺初めて聞いた。鬼と来年の話をすると福が来るか、なんかそんな話言ってなかったっけ。いや、あったっけ。うん、で鬼の話、うん、例えば鬼生ハゲ。生ハゲ悪い、怖い、リーク。あと鬼って言ったらね、うん、何名前がパッと出てくる。いや、生ハゲ生ハゲかが来て、でその後、まあ天元がよく言うからヌーベ出てくるかな、うん、一応歴史上ね、うん、まあ有名な鬼って言ったら、うん、まあ鬼の中で最強と言われてる、まあ三大妖怪の一人で一匹として数えられてる酒天童子。ああ、お前は妖怪だったの。いや、俺人間だよ。鬼だったの。いや、俺は人間だよ。ああ、だから黒担当なんかよ。え、ああ、お酒枕大されるわ。お酒はあるけど、うん、あとは茨城童子で言って羅生門の鬼。まあ両方とも FGO でね、うん、参戦はしてるけど、あとは天の尺。うん、あの多分見たことあるかな、天の尺を。うん、いやまあね、某作品では猫に入ってたっていう天の尺は知ってるけど、うん、あの奈良のね、うん、なんて言ったらいいか、銅像って言ったらいいかな、像あるじゃん、大仏。大仏、うん、それのね、四天王とか金剛力士とかに、金剛像か、うん、のとこにね、足元にねいるんです、天の尺踏まれてるんです。あ、そういや、なんか踏んでたね、うん、そうか、あれ天の尺か、あれ天の尺。あと何気にゴズメズっていう、あれ牛、あ、そっか、あれも鬼か、鬼なんだです。そっか、ゴズキメズキだもんね、うん、あと遊戯をやってる人だってある意味有名な牛鬼まあね、あと、まあ酒天童子の配下の一人である、うん、金熊童子、うん、星熊童子、うん、虎熊童子、うん、熊童子、うん、という四天王がいます。星熊童子とかは知ってたけど、後半二人は知らなかったな。まあ全員熊だね、うん、熊熊熊熊グマーマン、あともう一つはヤシャカ。あー、ほん、そいつが犬になったら犬になります。それなんかちょっと違うけどね。あ、ちなみにちゃんとした理由では、あのラセツとヤシャは、うん、ビシャモンティに使える神様になってます、うん、あとはね、秋田県に伝わる正体不明の鬼、うん、三吉鬼とかいますね。ほう、あとはね、うん、アクラウ、ほう、倉敷市にねじろうとしていた伝説の妖気の大将。ほう、あとは岡山県にの方でしたら浦もしくはオンラっていう名前の鬼、古代の鬼がいます。ほう、倉敷市も岡山だよね。うん、あとは三重県の方だと、うん、藤原の地方の四鬼っていう、はあ、もいますね。へえ、あと何気に、あの静か御前も一応鬼の中で有名だそうです。ああ、なんだろう、 FGO やってる人が来たらね、鬼というより狐なんだよな、あいつ。あれ静か御前、え、いないよ、静か御前。静か御前って義経家のあれだろ、源義経に仕えてる弓使いでしょ。あ、そっちか、うん、何と間違えた、あの JK 女子高生のあいつ、 FGO の。あれ静か御前だっけ、あれ、あれは、あ
れなんだっけ、あ、鈴鹿御前だよ。そう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 、静香は、うん、あの義兄貴の方、うん、あと色鬼の方でもね、うん、これ面白い鬼があるんですよ。ほう、じゃあ四月さんにちょっとクイズ出そうかな、うん、赤鬼は人間の悪い心を示す象徴の鬼です、うん、青鬼は人間の悪意と憎しみを表す鬼です、うん、白鬼は、まあ、地方によっては黄鬼とも言われるんだけど、うん、心の甘いや執着などを示す鬼です、うん、さあ黒鬼は何でしょう。黒、うん、黒、黒担当ゆずきさん、あなた、あなたの正体を教えてください。いや、黒鬼でやろう、ゆずきさん。いや、鬼ではないからね、さっき俺って言ったじゃん。要鬼ではないからね、黒担当、黒担当ではあるけど要鬼じゃないからね。鬼、黒の鬼、まあ、薬病とかそういう病系じゃない。ファイナルアンサー、とりあえずファイナルアンサー。残念。何、疑う心や愚痴を示す鬼です。ああ、ちなみにね、不健康とかのそういう薬品の方は緑の鬼で書いて緑鬼の方です。5人揃って鬼レンジャー。なんか青、緑、黒と白、本当に戦隊物のおじてや、これ。あ、黄色は、あ、黄色、白と、あの、別で、あ、別なんだろう、うん、一緒って、同じ。おー、白もしくは黄色。おー、あ、多分後半で仲間なれつだ。私の正体は黄鬼だみたいな、かっけー。チームはさ、黄色担当がネグジェで、白担当がライオン。まあ、いろいろ言ったけどね、主天童子、まあ、大山に積む最強の鬼ですね、うん、まあ、金太郎のモデルとなった坂田金時は雷光らに切り越されるやつね、うん、一応諸説では、まあ、鬼と言われているんだけど、うん、あの実際はね、あの海外からね、うん、あのやってきた密入国の人だと言われてるそうです。ああ、まあね、大概桃太郎もそうだけど、うん、鬼って海外のね、人だからね、うん、なんかいろいろと情報を整理すると、まあ、海外の人が、まあ、別に悪さしてるわけじゃないけど、まあ、その場に居座ってたのが、まあ、周りの日本人からしたら、体も大きいし、で、まあ、ちょっと人種差別問題もね、言われる肌の色とかもね違うからっていうので、まあ鬼って言われてた、ね、だある意味桃太郎って結構ひどいやつってイメージがついちゃうんだけど、まあそのね、あの海外の人からお宝を勝手にかさらってきたっていう、別に鬼悪さするっていう話とか絵本とかでは載ってないから、桃太郎実はひどいやつじゃねえかっていうようにね言われるところもある。まあ基本正義の味方だけどね。俺聞いた桃太郎の話と違うな。あのちょっと嫌な話が入るんだけど、ああ桃食べたら若返るっていう、それが実際の桃太郎の話だからね。そうそう、うん、でそのおじいさんは実は魔術師で、うん、その魔術の力でもうほぼ無敵状態なんですよ。ほう、その無敵の力を消すために、うん、キジ、犬、あと猿のね皮を着込んでその力を打ち消して、うん、あのじいさんっていうのの鬼をぶっ倒したという。ほう、それは知らないな。でちなみに宝っていうのは若返ったおばあさんだという説。はあ、そうなんだ。だそうです。へえ。茨城童子はね、多分羅生門のやつって言ったからね、ある程度分かると思うんで。うん。天の尺打ってみようかね。天の尺はまあ反対っていうとかね、よく言われるけど。うん。もう日本古来の方の天の尺では雨の若姫、雨のサグメットを言われてます。うん。
まあ、神様は一人ですね。そうやね。うん。ただね、まあ、簡単に言うとね、アマテラス狼に使わされたけど、務め忘れてね、狼ことぬしの娘とし娘を妻としてね、うん、8年間も経って戻ってこなかったという、とらないやつです。でそうなんだ。お前ちょっと帰ってくんだよっていう言って、キキをね、うん、使いにしてそれ言ってきたんですよ。うん、その記事打ち殺します。すげえ。まあね、記事をね、あの事故だけど打っちゃったっていうね、チームアースのね人もいるけど、うん、で、アマオチャクっていうのは、まあ、そういう風にまあ、人を導く初めの神様のに反対のことをしたから、うん、天の邪魔をする鬼、天の邪悪っていう風に言われたそうです。なるほど。ちなみにさっき四天王とかに踏まれてるってある、うん、踏まれてる天の邪悪とかあるじゃん。うん、あれ多分懲らしめられてる時の、まあそうだろうね、やつです。あとはね、多分鬼の中で俺これ一番好き。ほう。牛鬼。なんで？これね。妖怪としては結構ね強い分類の妖怪なんですよ。うん、もう下手四天童子がおらへんからこいつは多分トップやろうなという感じの。ほう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 。で結構ね海岸にね、まあ、結構現れて、うん、まあ、浜辺にね歩くリア充たちを襲うという。なるほどね。リア充撲滅委員会会長を天元遊戯だからね。まあちょっと諸説天元の恨みがちょっと入ってます。で非常に残忍で猛動どう猛な性格で、うん、毒を吐いて人を繰り越すことが大好物。ほう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 。でこれ結構ね諸説はいろいろあるんやけど、うん、一般的なイメージやったら、うん、雲に鬼の頭がついてる。ああそうだね。うん、ただ他にもね、牛の首、鬼の体に昆虫の羽を持った牛鬼がいるそうです。おー、空から飛来するという恐ろしい牛鬼か。うん、響きの慣れの果て。そうそうそう。いや違う今そうそうって言いたいけど違うわ。ちなみに近畿地方にもね、うん、牛鬼淵とか牛鬼滝とかいう地名がね残ってます、うん、牛鬼の。あと牛鬼はね退治する方がちょっと面白くてね、あれでしょ、ファイナルアタックライド響きでしょ。頑張って退治してくださいそれで。いやディケードじゃないんで私。あ、ディエンドでもね。ディエンドでもないけどちょっとね太鼓の達人はあんまりやらないもんでね。これはね反対の言葉を言ったらね、うん、牛鬼はね下がっていくという。生きろ矢月は待てる天元はモテモテだって言ったらもう速攻マニアマに帰ってきますね。あー確かにね。天元は埋もれないまあ夜月は高いところが大好き。あ、ほんまに。いや逆のこと言えって言うんだろ。ね、あとはゴツメスの方はまあ亡者たちをな、いじめるやつです。ほう。確かメスが基本的やったらメスが女でゴスが男やったかな。ほう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 。あとはね、何やったかな面白そうなの。あ、そうそう、三重県にある藤原の鬼、うん、それはね和歌としてね、うん、結構出てきてます。ほうほうほう。で本当言ったらね藤原の方の 4匹の鬼のことを言ってるんですね。うん、その1匹は金鬼、金の鬼って書いて、うん、そいつの特徴はなんと、うん、体がすごい硬い普通どんな武器でも跳ね返すという体を持ってます。強いんだけどなんかちょっと地味ではないけど普通。はい、次水の鬼と書いて数奇。はい、どんなところでも洪水を起こせます。ああ、まあ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 強いね。風奇。はい、そいつの強い力は
ふーって吐いてすごい恐怖を吹きます。まあそういうことだろうなとは思ったけど。そして四天王最強の鬼隠形鬼、はい、透明人間になります。アタックライトインビジブル、インビジブル。鈴鹿御前の方では、うん、まあこれはちょっと暗い話になりますね。ほう、村町時代後期の登場した鬼です。ほう、鈴鹿御前は昔ね、あの都へね保護される年貢はね、あの宝物とかを狙う盗賊として登場してました。うん、で鈴鹿御前を討伐するため、うん、田村の将軍と呼ばれる男が、うん、あのその鈴鹿御前に倒しに行きます。ほう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 。ところが、がお前なんでそんなすげえ顔可愛い顔してんだよ、俺と結婚しろ、わかりましたって言ってそのまま恋に落ちて子供を授けます。ほう、で二人は、うん、あのそのまま清い心も鈴鹿御前はあの清い心を持つようになり、うん、同じアッキーを倒す鬼となりました。ほう、ただし25歳で死にます。うん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 、ただしあのその旦那田村の将軍がメイドへ乗り込んで、うん、魂を現世に連れ戻して夫婦になって、あの優雅な幸せな生活を送りましたという話があります。はい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 、はい、この田村の将軍すげえと思うわ。あ、すごいな。お前めっちゃ一目見したやん、めっちゃ好きや、タイプや、結婚してくれ、分かったーって。で私天命で25歳死にました、待ってろあの世行って埋め返すから、よっしゃ魂ゲット、生き返った。すげえ。して聞くと本当すげえ、うん、まあそういうあの有名な鬼はこんな感じです。はい、鈴鹿御前ね、鬼として考えてる限りでは、うん、なんだろう、ハッピーエンドの鬼だな。ほう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 、意外と、まあ、鬼としてはアウトだけど。鬼ねえ、鬼、ちなみに鬼って鬼っていうのはもともとあれか、あのまあ邪気っていうのもあるけど、うん、まあ、忍者とかがよくなんか呪文つないじゃん、うん、陰陽者か、うん、その中に鬼っていう字があって、うん、それがなまりなまって鬼っていう単語ができたらしい。ほう、隠れるっていう鬼っていう字が、うんうんうん、まあ、闇に住む、まあ、物気をイメージして、うん、周りに黙って鬼だそうです。へー、ちなみに人の心にもあの鬼が住み着くっていう意味で、うん、魂って感じあるじゃん、うん、だからその中にも鬼が入るんだって、はい、人の心にも鬼がおるから、はい、なるほど、魂、そう GTO で言ってました。あー、そうっすね、なんか GTO のなんかセリフでなんかあったようなって思ってたけど、やっぱそうですよね。鬼塚英吉先生が伝えるから魂なんですよって言ってた。魂、これはある夜のことです。外で猫はニャニャうるさいなと思って、俺はとも う, いいよ、そう出ました。たまっしーか、うーん、オチを言われた、言ってやるよ、言ってやるや。あと鬼っていうイメージあるとしたらね、うん、ボンパソコンゲームで青鬼。あー、自分はやらないけどね、うん、一般的な鬼やったら俺赤色のイメージあるけど、あ、やっぱ赤と青からね、一般的なイメージは。ああ、いや、自分で鬼ってまず第一印象で思うのは高木ブーさんかな。それ雷神だよ。雷神封じの鬼だよ。まあ一応あれも鬼か。鬼のパンツはいいパンツ。強いぞ。漏れるぞ。漏れはしない。まあ赤と
赤じゃない、黒と黄色のあのパンツっていうのは、あの高木ブーさんのネタがまあ広まって、鬼のパンツの印象はあれってなったっていうね。あ、なるほど。じゃあ昔の鬼は黄色と黒のパンツは履いてなかったんだ。なんていうのかな、もひきというか、あの普通の毛皮が基本的に多かったんだけど、高木ブーさんがあの黄色と黒の、あの虎柄っていうのかな、あのパンツを履いたから、そこからまああのドリフがね、まあ、結構あの時は当時はすごい人気だったから、それで広まったっていう、まあ、同じ流れで、まあ、じゃんけんする時も基本的に最初はグーっていうのも、あれはドリフターズの志村けんさんのねネタだったから、あとカラス、なぜなくのカラスも勝手でしょっていうのも、あれもドリフの元があるからね。なるほど。じゃあドリフ、そのドリフの人に雨を投げつけたら退治できるってことか。いや退治しちゃダメだよ。兄は、まあ、半分いないんだから。豆の威力がすげえ。だってもう張さんもいないし、志村けんさんもいないし、二人だけか。半分じゃねえな。いや、まあ一応勝手に殺すなよってね。あとは高木ブーと生きてます。生きては張さんは亡くなりました。あの加藤ちゃん、加藤茶さん、あともう一人誰だっけ、中村、あ、下の名前まで覚えてなかった。まあ、あの人はね、あの表の舞台からは基本的には出なくなったけどね。多分四天王に踏まれてんだろうな。ちなみにドリフターズってもともとはアーティストグループだからね。落ちたな。でそっからあのドリフ、まあ、8時台全員集合とかやるときに、まあ、あのバラエティの方をやるっていうのと、いや自分は音楽たちの方をやるっていうので、まあ価値観の相違っていうので、まあ、分かれていって、まあ、メインどころのね張さんたちは、まあ、知っての通りバラエティ番組の方に入ったっていう。なるほど。ってことはあれか、ホロライブのギャグ版だな。もともとはただの VTuber の集まりやってんけど、いきなり事務所がちょっとこの日にちょっと集まって、この練習して、このオーディション受けて歌って、はいアイドルグループ完成、今日から君たちはアイドルだ。嘘だろって。今日はホロライブのネタ一切ないなと思ったら意外とあった。ここでつなげてくるとか、さすが天元さん、ホロライブ大好き。ターニングポイントはそこだった。なるほど、そこにめがけて今日は話してきたわけですね。そうですね。なるほど。まさかドリフターズの話になってくれるとは思わなかったよ。うん、いややっぱね、高木ブーさんのネタはね、鬼のネタの時は言っとかないといけないかな。俺それ伏線で一緒に鬼の話したのに。伏線ちょっと伏せすぎたか。クソ。頑張ってたどり着いたよ。たどり着いたね。よつきさん、なんか節分でパッと思いつくのは何かある？節分でっていうか、節分鬼の仮面かぶるじゃん。うん。あれ、あの昔はね、怖かった。ああ、昔は怖かったね。うん、まあ、怖かったけど、さらに怖いのが、笑うセールスマンのモグル福蔵さんの方が、アニメね、ちっちゃい頃、まあ、それ言ったら年齢バレちゃうんだけど、まあ、別に隠してないからいいんだけど、まあ、あれが怖くてね、当時押し入れに入って泣いてた。俺、あれ、あいつ大好きだったよ。いや怖かった。内容も分かんなかったけど、あのドーンっていう、最後のね、あの決め技というか、あれがね怖くてずっとお尻にこもって一人泣いてたな。俺あれ、あいつ大好きやからね、うん、親にねだってぬいぐるみ買ってもらって、あのずあの趣味割りずっとね、あの周りがね、うん、ウルトラマンやら仮面ライダーやらなんか戦隊モンとか言ってる、だから俺そのセールスマンの人形で遊んでるからね。おかしいおかしい。あのゴルトランっていうのが、うん、おもちゃ出た瞬間にそいつは消えたけど、うん、あーゴルドランはね、勇者シリーズはね、うん、勇者シリーズが出た瞬間には消えたけど、それまではずっと遊び相手はマロセールスのやつやった。趣味悪い。勇者シリーズもね、人気あったと思うんだけど、そこまでの人気が出なくて、まあ結局ね、今番組なくなっちゃったけどね、まあ、それ引き継いで、確か時間帯的な移動も考えたら、今で言う何になるんだろう。あ、今なくなったか。ないだろ、確か。
前までだったら日曜朝まあ今仮面ライダーとかスーパー戦隊とかね9時台から10時までやってるけど、前だったらそれがまあ放送の順番逆になってて、でさらに日曜日のところ、7時にアニメのなんかヒーローものとかが出てて、でそれがまあ勇者系のまあ後継というものかなってなってたけど、今なくなったからね、うん、確かガオガイガーの次にやってたのがボンバーマンか、ボンバーマンビータマンバクガイデンとバズガイデンビクトリー、もう年がバレていくながあって、でそれが金曜日から日曜日の朝に変わって、で、あの時まだボンバーマンもやってたのかな。で、そこから何になったんだったっけな、忘れちゃったな、忘れたカービィちゃんだっけ、あーカービィ、カービィ、え、かカービィか、あれはまた別の枠じゃなかったっけ、あれはもともとデビルチルドね、やってた時間帯だから、あれはまた違う、覚えてんな、やばい、年がバレちゃう、バレちゃう、年がバレちゃう、心は20代でも鬼って言ったらせ、あのグレン・ラガンもなんか一応鬼のイメージあるよね。あ、鬼のロボットってそうそういないよな、あんまり。鬼のロボット、鬼のロボットか、まあ夜月さんだったらあれが言うかな、ビルド、ビルドファイターの、ああ、アストレイ、武者アストレイ、あ、じゃあそこだったらさ、もうビルドダイバーズの方のチーム100機のね、あのジンクスとかなんか改良したやつかなんかあったけど、うん、あったね、あっちか、あっちの方が出るんだよね、うん、あと鬼って言ったら何やるかね、鬼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 、やっぱヌーベか、ヌーベかな、うん、ヌーベもね、あの昔のやつは分かるけど今のやつね、ちょっと分かんないんだよね。てか新しくなったのあれ、あの昔で言ったら、あの井川京子いるじゃん、あの生徒の一人にツインテールの、ああ、はいはいはい、うん、あいつが成長して、うん、あの教師になったんですよ、ほう、で今の現代の、うん、問題をめっちゃ取り込んでるせいで、うん、あのまあ結構重たいんですよ、あの今昔みたいにね、うん、あの生徒はなんか変な祠とかちょっかい上げて、うん、鬼は出たとか言うんじゃなくて、うん、まあ、例えば育児放棄された子供を子供に親がなんか妖怪取り付いたとか言うとかやったり、一命をするあの少年がエスカレートして、うん、まあ、暴力沙汰を起こして、その陰には妖怪がいたみたいな、重たいんだわとにかく、なるほどね、まあ、そういう問題児たちのクラスに京子が担当になったんだけど、うん、で、あの九州に行ってたヌーベイがこっちに戻ってきた、うん、はい、で、まあ京子はそこの副教師、副担任になって、うん、ヌーベイが教えて、そこであの教師のイロハを京子がヌーベイを通じて教えてもらうという話、うん、で、その現代の問題をヌーベイ、うん、昔のヌーベイなりに、うん、ヌーベイと京子並み、並みにあの解決していくって話、はい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 、ちなみに、あ、ちょっと一部ネタバレあるんだけど、うん、ヌーベイ、その時鬼の手なくなります。あ、そうなんだ。というよりはあの前作の方の話では、うん、一応ヌーベイの鬼にあの封印された鬼バキって言うんだけど、うん、そのバキがあのヌーベイと和解したんですよ、うん、だからヌーベイが無理で力を抑え込んで封印じゃなくて、うん、しゃあねえかここにいてやるわみたいな感じで、なるほどね。であのヌーベイがこっちの地方に帰ってきた理由としては、うん、あの地獄の方でね、うん、なんかちょっと問題が起きて、うん、そのゼッキとそのゼッキの妹が地獄へ帰って、うん、でそのゼッキのじゃあゼッキじゃバキの、うん、あの容器の残りがで、うん、
あの前半俺の手として戦ってて残りがだぜ残りの容器だけであんだけの威力出せんだぜ強えな全盛期の俺の手とだけ強いなって、うん、まあそれでもね無理やり抑え込まれてて鬼の力は 10% も発揮されてへんかった状態で、うん、ずっと戦ってきたから、うんうん、まあ、残りの容器とほぼ変わらねえよな、うんうん、でその鬼の手の代わりにあるところでな修行して、うん、それがある天狗さん、はい、であの鬼の手なんていう他の妖怪の力を借りやんでも、うん、自分の妖力だけで、うん、鬼の手以上の力を出す方を教えてやるって、うん、修行してもって、うん、でそれで体得したのが鬼の手ネオ名前が安直だ。ちなみにその新しくなったヌーベの名前が、うん、ジョーグ先生ヌーベネオネオがここにつながってくる。あ、まあ威力としては、まあ、ヌーベの妖力やから、うん、まあ、威力はそんなにないねあまり、うんうん、ただ今まで貯めてた妖力を、うん、まあ、圧縮して、まあ、体の、まあ、へその下のタンっていうところに凝縮すんねんな、うん、まあ、前で言うたらあれや菜の葉のチャージのあれや、あ、はい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 、あんな感じで一時的なポイント以上の力を爆発させて、うん、ポイント以上の力をあの今まで以上の力で爆発にダメージ与えるという、うん、そういう技ができます。なるほどね。あ、ちなみにあの最終回の方では、うん、あのヌーベイとユキオナ抜き目結婚してるな、うん、ああ、でもまあちょっとうん訳あって花嫁になってます。はあ、はあ、はあ、はい。なんでだと思う？なんかやらかしたの？いや違うねんな、溶けた一応雪見はね、あの最終あの前作の最終回の方ではアイス屋をアイス屋で清潔さで撮ってるの、うん、ヌビアの担当先生で、うん、で雪見の方はそのアイスのやつで大ヒットして、うんうん、あの一流会社の社長になってます。あらなっちゃいました。はあ、でもヌーベイとは一緒に暮らせてません。なんでかって言ったらあれやヌーベイのね、うん、妖力がね、うん、あの妖力がクソ高くなってたんですよ、うん、まあ、今まで修行した件もあって、うん、で波の雪女では、うん、それで妖力に負けて、うん、あの消滅しかかんねんの。うーん、二人とも好きやねんけどその余力のせいであの触れられないという。ああ、切ないね、うん、切ないね。と言いときながらね、あの後半の方の漫画の方ではね、うん、雪見とヌーベイの子供が出ます。ふっ、へえ、ヌーベイの余力を受け継いでおらず、うん、雪見の余力を受け継いだ子供がいます。あの2人の残念なところを合体したこともあります。うん、でも戦闘力で言ったら結構強いです。うーん、まあ、その辺の設定はねちょっとどういうことかちょっと分からないけどね。うん、あと最初の方でな、うん、ヌーベイがあのじゃあヌーベイの封印された鬼が、うん、あの地獄になんか異変があったっていう話したよ。うん、ある教団がな地獄の王を復活させようって企んねえな。うん、それを止めるために、うん、バッキーたちはもう地獄で戦ってね。おう、でヌーベイはその教団の本拠地が、うん、あの、まあ、教皇のいる学校とかのあの町やねんな。うん、そこへ戻ってきてそれを阻止しようというために。ほう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 、っていう話になってます。はあまあそこでね、あの昔のキャラクターとかいろいろ出てくるからね、うん、昔のヌーベイ知ってる人は呼んでほしいけど現代の闇を見るからちょっときついぞ俺はきつかった。なるほど、ね、耐えれなかった。なるほど、まだちょっとあのホラー感とかグロい系やったらまだ読めたけど現代の闇は無理だった現代はね闇深いからね。あ、ちなみに京子さん胸全然成長してませんで生徒にあの胸がでかい生徒おったら見けたかな、なんかいたね。そうちなみのでっかい目のやつがいます。で、よくブラを忘れるみたいで、今日が買いに行って、
サイズが合ってませんよって言われてダメージを受けてバグってるイメージシーンがあります。サイズ合ってませんですよ、言わないで分かってるからなるほどね。じゃあ未成長したユキとか、うん、あのサッカー少年のあいつとか、うん、あの泣き虫の男の子やったり、あなんかいた、ね、不良の帽子かぶった男の子、うん、あいつらも出ます。うーん、それぞれねちゃんと成長してるかもしれない、うん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 。まあ、結構このご時世なんか昔あった作品のその後みたいな話多いよね、うん、イズナとかね、まあ、当時ねその作品好きだった人が、まあ、ちょっとその後の話を知りたいっていうので、まあそういう作品結構多くなってきてるけど、ちなみにロケもあるからね。ああ、逆にね今終わった漫画で次書いてほしいなってものもなんかある、うん、終わったやつで、まあ、結構ね完結してるやつとかはまあいや綺麗な終わり方してるからまあいいなと思うけど、そうだな、まあやっぱりまあ完結もしたし、ね、その後の話も描かれたけど初代遊戯王かなアニメでやってる、アニメで続きやってる続きやったけど、そのさらにあと、いや武藤優衣さんはちゃんとね新しいゲームを開発成功したのかっていうのとか、あと 5Ds もねその後の話とかねやってくれたらね面白いかなって思うけど、あれも綺麗に完結してるからね。あれはジャック以外全員いなくなったんだろう、アーク5で。あ、まあね、まあね、いやあれはまだ別の世界っていうねことみたいだから。あなたは、うん、ユーセイとアキとルカ・ルアがいない世界。クロウは？クロウはいた。あ、いたか。あ、そういや、アサルト・ブラック・フェザーいたな、うん、そういや、いたいたそうだそうだそうだ。満足もいない世界。満足もいないね、うん。サステバクションなんだそれ、推しの、うん、誰も満足しなかった世界のくせに自爆心は残ってんだよな自爆心っていうか、自爆レイジュやったか、レイジュやったかだったっけな。なんでそこに自爆が出るんだよお前あと、なんだっけ GX だと、まあほとんど出てないか。サンダーもいなくなってるし、GX 世代で出てたのって結局天井安かだけか、だけだね。あといなかったもんね、うん。で、エクシーズではカイとか、カイだね、だけだけで、初代は全くいないし、うん、かもっと出してくれたらいいのにな。てかな、あ、GX まだいたわ。エド・フェニックスがいたじゃんあいたわいたわ。ってことはエクシーズまだもう一人いそうな気するな。エクシーズカイズだけやったっけ、エクシーズは。え、多分だけか。意外とエクシーズ次元のメンバーね、新規メンバーが多かったから。まあ融合時代ですよ。と融合時代に滅ぼされてるし、何かうんいないかとは。それぐらいかな。ちょっと話があるかね。うん、いやもう元の話からめっちゃ変わってるけどね節分の話だったから。あの GX でさ、うん、初代ユあの武藤由紀さんが使ったデッキが、うん、停止されてるシーンあるやん。あああったね。それ盗んだ生徒が言う一言言うて、うん、すごい、これはすごいデッキだ、バランスがすごく取れてる、嘘つけ当時思った嘘だろって。あれほどバランスのね取れていないデッキはないよ。むしろあれで要は戦えたなって思う、うん、あれは遊戯だからこそ使えるデッキであってでもその盗んだ少年めっちゃ使いこなしてたよ、うん、開闢の人は普通に使ったよ。いやもう開闢はあれそのね展示品のデッキの中にも入ってなかったらしいからね、うん、で追加したっていう形だったかな。いや言われますな、俺無理だわ、うん。いや俺いや無理かな、無理だな、俺無理だな。あれはね、うん、武藤遊戯さんというか名もなきファラオの使うデッキだから。だってなんだろう、今のデッキと、うん、
初めて俺と戦った時のあのデッキで、うん、戦ってるなもんやで。ああ、下手こいから、まあね、あの頃は60倍構築にしてたからな、うん、懐かしい。あの時のドヤ顔すげえ。もういいよその話はもういいよ。まさかな、やっべ俺デッキ持ってくるって言ったけどデッキないジュエル内容見て、いや俺これほんまに持ってきていいんかって思ってしまったしな。いや新しい風を吹かしてくれたよ、おかげで今はクソ雑魚よりかはちょっとマシぐらいのデュエルストレベルにはなってるから。クソ雑魚になってるかどれ。いやいやいや強いじゃん。強くないよ。強いじゃん。聖火の補殺が禁止になったからクソ良くなったよ。マンティクはビートできねえよ。あまあねまあね、いやでも強いじゃん。いやいや、チェーンバーンあるし。チェーンバーンなんてもうチェーンバーンじゃないやんな。なんでモンスター入ってないこそチェーンバーンなんだよ。モンスター入れないと耐えられないんだもん。まあね、削りきれねえ。やべえわ今の遊戯王。まあね、今の遊戯王はねまた昔とねすごい変わったからね、いろんな召喚方法増えたし。融合使わない、融合召喚やめてください。でも次ね、新規で融合のカードにさらに貫通効果がつけた融合カードがあるじゃん。あるね、3体、楽しみ、うん、海外の方では3体融合版の融合がいるからね。おお。じゃあちょっと節分からね離れたということにね、うん、ちょっと一旦解散しようか。そうだね。はい、それでは皆さん、はい、視聴者さん外そんなひどいこと言わない。スパチャはうち。あの通常配信ではあのスパチャは投げれないんで、まあ、生配信とかしたらねスパチャはできるけど、天元は外、ゆずきも外、誰も残らない。解散解散、ダンスを踊ろうか、若太陽への行動に合わせて変わったステップで刻めいて、胸が鳴っちゃって続ければただ、あの一等星さんざめく光で、またのダンスを踊ろうか、また太陽系の法則に誘われ、まずは高く